新宿スポーツセンターは東京都新宿区大久保にある総合体育館、都立と山公園内にある。当初は新宿区立総合体育館が正式名称だったが、現在は新宿スポーツセンターと呼ばれている。1984年春工、新宿区成立35周年を記念して作られた初の区立総合体育館である。当スポーツセンターができるまでは、 区としては、スポーツに対する需要は、学校施設の開放などで対応していた。しかし、急激に増えるスポーツ需要に対応できないようになっていった。そこで、1973年当時、新宿区長であった山本勝中が、富山公園内に総合体育館の建設を、富山公園を管轄する東京都に依頼。1977年には助役を、委員長に。 区民総合体育施設建設準備委員会が発足。総合体育館の構想について検討が始まった。区議会の方でも有識員23人により総合体育施設対策特別委員会が1979年に発足。役所と議会とで並行して総合体育館建設に向けて調査検討が行われた。 そして交渉の結果1981年になって都議会で了承され都の方から富山公園内に体育館設置の認可がおり1982年に設計が完了し同年10月に着工1984年に竣工したものであるまた1984年には区民から愛称が募集され新宿スポーツセンターになった 以後新宿区民は元より近接区の住民などにも利用される施設になり、現在に至っている。参照。ありがとうございます。